4月3日、6時ですね。午後6時。素晴らしい今日の、日没です。富士山の黄金色に輝いてますね。富士山の頂上付近がダイヤモンドリングじゃなくてゴールドリングでずっと照らされてゴールドリングになってますね。こういう景色が見えたのに眩しすぎたの。それと温度が低いそうだよね。この若い島のバッグが伊豆半島の両線でこんなにくっくりと見えます。そしてまた雲がですね、素晴らしいですね。雲の色がね、ちょうど10分ぐらい前にようやく散る山積となってくるけどね、まだ素晴らしいですね。上が富士山の上にまたなんか光が輝いてますね。結局向こうから太陽が立って、それにはあれは富士山頂の、これは雲が逆光で黄金色に輝いたんだな。すごいな、これ素晴らしい。めったに見合いな、こういうのね。ちょっと長めに映しましょう、これが。こちらの方はまた光の灯がついてる。これね、光の灯がついてます。そしてこれがずっと残念なのが路線ですね。すごいな、すごいですね、これ。この雲と太陽の逆光と、それで富士山の上の稜線に新しい光が見えてるからね、すごいわ。これこれは富士山ね、シリアってベストワンの道じゃないな。それからこの雲がまた素晴らしいね。今日は雲の色ですが、午前中は相当な、午前中は相当影響を受けますね。雪がね、雨降ってますね。で、若島も相当な人があって、昼間も映したけど、どうしようだよ、相当降っちゃってるよな。光の電源ができなくなりましたね。こちらの線に光るのがめちゃくちゃです。この伊豆半島の両線と雲が素晴らしい、雲の向こうで素晴らしい。じゃあ最後のプロジェクト。